今日のゲストなんだけどさ、うん、実は私とね不仲だっていう噂になってる男なんだよ。おー、じゃあなんか楽しみですね。楽しみ？もう帰ろうかと思ってさ、もうやだよって。おい、ほら、ほらもうゲスト来てるのに、ほら、わかるけどそういうこと言ってるとネットで叩かれちゃうよ。いやいやいや僕やっぱり帰るわ。行きましょう。この後真相が coming soon。 君もね、あの人ね、気をつけた方がいいよ。当番組10年ぶりの登場、ひろみさん。今日ね、ほら、スタッフもピリピリしてるの。本当だ。内田裕也さん以来だ、これな。巷でさ、はい、結構俺たちのこと言われてるらしいね、今。いや、もうすごいですよ。ネットなんか見たらね、ちょっとショック受けますよ。本当に悪いやつですねってことになっちゃいますよ。あんだけネットに書かれるね、嘘じゃないね。力あるもんね、多分ね。気をつけた方がいいよ。あのね、マチアキって呼んじゃダメよ。ネットの情報で俺がマチアキって呼んだのが原因らしいっていう話と、いやいや、番組を一緒にやってたのを、この人が降りたんだよ。降ろされたわけだ。そう、降ろされたんだよ。え、降ろされたの。降ろされたのさ、それは僕がそのマチアキって言ったんで、あれを降ろせと言ったって話になってたけど、これ本当なの。本当なの。これがね、本当なの。そんなことないの、ね、それは10年ぐらい前、ね、前それからずっとこう言われてて、うんね、で別に仲悪くないもんな。仲悪くないよ。でもあんだけ言われてると、ええ、なんかさ、ええ、いやこれ人たちどこの情報なんだろうと。俺に普通の人に言われるもん。あれ普通に、あれ大丈夫、間違いに謝った方がいいんじゃないだって俺言われる時あるもん。そう、本当は仲いいんですよね。だから握手がってしちゃうよな。え、握手。いや、それだけはそれじゃさ、それじゃネットと一緒になっちゃうじゃねえか。そうだよ、ね、そうだよね。もうこれあなんか、ね、こういうのやってくれなきゃ学らしいんでしょ。これ新しいわ。いや、でもじゃあプライベートではよくお会いするんですか。ご飯食べ行ったりとか。そうそうそう。あの今俺がまたなんか出てきてね、最近出させてもらうでしょ、うん、そしたら、うん、先生に俺が許してもらったってことになってるわけ、うん、ネット上で。俺がブログで写真載っけたじゃない。そしたらさ、お写真が。そうそうそう、これありますよ。これこれを写真を載っけたら、俺がね先生に謝って、そしたら先生に許しをもらって、俺がテレビに出れるようになった。その通りなんですよ。これはいつの何の写真ですか。これはね、射撃に行った時の。あの鉄砲打ちにね、僕が行ってたら、はい、そこへ謝りに来たわけ。そうで、俺がね、先生申し訳ない。二度とお前がチャキなんて言うなよ、この野郎。怖い。言ったわけ。もう怖いんだよ、芸能界は。あ、もう一枚写真があるみたいですけども。あー、これね、これはね、この前ね、菊間さんってね、これの3人で番組をやってたんですよ。はいはいはい。で、菊間は今弁護士になってるわけ。そう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 。でね、3年分でご飯食べたんですよ、うん、でもすごい仲良さそうじゃないですか。楽しそうで。じゃあね。